微人キ菊サは、ウキクサ,ウキクサカミジンコ人キ菊サ族に属する水生植物の一種であり、水面に浮遊して生育する。体は、極めて微小であり、根を欠く。微人キ菊サ族の中でも小型の種であり、世界最小の種植物ともされる。日本を含むアジアに広く分布しており、タイなどでは食用にされることもある。微小な浮遊植物であり、水面に生育する。 植物体は楕円形の養状体だけからなり、根を描く。養状体の大きさは 0.30.8x0.20.3mm ほどであり、厚さ 0.20.6mm と厚く、重さは約 150g。上面はやや平坦、下面は肥大している。表面は緑色から黄緑色、光沢があり、裏面は透明感のある緑色。 養状体基部に一個の出芽能があり、そこから新たな養状体を形成して出芽状に増殖する。そのため養状体は単独、または一個の新固体をつけた状態でいる。出芽能の円には細長い細胞からなる襟がある。冬になると小型の休眠芽を形成し、澱粉を蓄積して比重が大きくなって水底に沈んで越冬し、翌春に浮上して、 増殖を再開する。一英未人キ菊サの養生体1尾と未人キ菊サの養生体日本での夏季は710月だが、開花は極めて稀である。花は極めて小さく、大きさは0.10.2ミリメートルほどしかない。養生体上面中央のくぼみの中に、花季を夏季1個のおしべと1個のめしべからなる花をつける。姿勢戦熟であり。 最初に、メしべの中等が鼻穴から出るが1日ほどで枯れ、その後おしべが伸びて鼻穴から出る。血実は極めて稀だが、球状の種子を1個のみ形成する。染色体数は 2n イコール16、23、30、40、46、50、60。また色素体 DNA の塩基配列が報告されている。東アジアから東南アジア。 南アジアの熱帯から温帯域に分布し、南北アメリカの一部に帰化している。ヨーロッパ南部原産とされることがあるが、ウルフィア・グラボーザはヨーロッパからは報告されておらず、以前、微人高菊さに誤って当てられていたウルフィア・アラザがヨーロッパを含む世界各地から報告されている。日本における最初の報告は1938年であり、帰化植物とされることが多いが、 自生種とされることもある。日本では本州、四国、九州、琉球から報告されている。池、水路、水田、発電などの不栄養化した水域の水面に生育する。他の浮遊植物と混成することが多い。温暖な気候で日当たりの良い場所を好み、様々な水質に対する適応性も大きい。花における倉庫な方法はよく分かっておらず、 昆虫など小動物、または風や雨による倉庫な、あるいは養生体が外動して互いに接することによる倉庫なが想定されている。未人高ク草は増殖が早く、タンパク質に富み、また休眠目はデンプンを多量に蓄積するため、食用、バイオマス資源、環境浄化などを目的とした研究が行われている。タイやミャンマーでは未人高ク草は、 実際に食用として利用されている。また、日本では、未人口菊草は、メダカなど観賞魚の餌として市販されている。日本産の未人口菊草は、当初は、ウルフィア・マイケレスコピカとして報告されたが、その後、ウルフィア・アラザの名が当てられ、これが長い間使われていた。しかし村田らによって、日本産の未人口菊草は、ウルフィア・グラボーザであることが指摘され、 その後は普通この名が当てられている。ありがとうございます。